それではですね、最初は滝沢先生の方からですね、十二指腸の、治療についてですね、先月三橋先生から診断について、講演していただいたので、まあその続編というような形になると思います。まあ、滝沢先生たくさん十二指腸の治療も経験されてますので楽しみにしています。それではよろしくお願いします。小遊海新札幌病院内視鏡センターの滝沢です。今日はですね、十二指腸スナレットの内視鏡治療ということで、まあ、あの 基礎編ということで、まあ、コールドとアンダーウォーターの話を中心に行いたいと思います。まあ、あの結構このトピックで喋らせてもらってますので、ちょっと一度聞いたことあるような内容が多いかと思いますが、基礎編ということでご了承ください。では、早速ですけど始めたいと思います。で、あの皆さんよくご存知の通り、食道がんとかですね、胃がんに関しては、学会とか内視鏡学会から、それぞれ診療のガイドライン、内視鏡治療のガイドラインが出ているわけなんですけど、まあ、十二指腸に関しましてはですね、あまりちゃんとしたガイドラインが存在していませんでした。で、昨年ですね、胃がん学会、のメンバーが中心に十二指腸がんの診療ガイドラインというのが、出ました。しかしですね、まだまだエビデンスが少ないところでありまして、例えば十二指腸の選手や粘膜内がんがあったときに、まあ大きさ別にですね、このように治療選択が書かれているわけなんですが、まあここについている CQ を見ますと、まあ、あの適用基準は何かというところに対して、まあ各種治療法の適用基準は明らかではないということで、まあ、あの、まあ、問題提起されたようなガイドラインとなっておりまして、まだまだ定まったものはないのが現状です。で、じゃあ内視鏡治療の現状はどうなっているのかというので、よくまあ引き合いに出されるのが、こちら十二指腸に関しましては、小野先生が2016年に都庁で全国19施設の、データを後ろ向きにまとめたものですが、左の比較している胃はですね、小田先生、鈴木先生が中心となって、日本の胃の ESD1 万例ぐらいを集めた前向きコホット研究ですが、術中選考に関しましては十二指腸が胃の6倍、血圧性選考に関しては10倍、まあ、高出血はあまり変わりませんが、やはり血圧性選考が多い分、緊急手術移行例というのが27倍ということで、まあ、この数値を見てですね、十二指腸の ESD をやらなくなってしまった施設も多いのではないかと思います。で、単施設のデータでは一番多いのが、ちょっと古くなりましたが、2018年に矢作先生らの慶応大学からの報告で ESD が174例の頃のデータですが、それでもですね、まあ、一番やっている施設でもやはり術中選考に関しましては 14% ということで、まあ、まだまだ高かったと。で、まあ、これはちょっと古いデータになりますが、最近ですね、あの皆さんご存知の通り、加藤元彦先生らが、慶応の先生方がですね、このウォータープレッシャーメソッドというのを、ESD で導入され、発表されています。で、まあ、あのこれはもう皆さんご存知かと思いますが、まあ、水深をこの水をウォータージェットのですね、水をかける勢いを利用して、あの、まあ、水深下で処置を行うというものですね。まあ、これもいいかと思いますけど、一応論文の動画ですが、ちょっと進めて、こう粘膜切開して、入り込んだ後ですね、この潜り込んでいくところで、このようにですね、水をこう、当てることによって、視野を展開して、剥離を進めていくというような手技であります。まあ、もう実践されている方もいるのではないかなと思います。で、この時のですね、論文では、その慶応の ESD のアーリーとミッドとレイトと時期を分けてですね、比較しまして、このレイトフェーズっていうのはこのウォータープレッシャーメソッドとデュアル J を使用したという時期になりますが、術時間で40分と、で一括切除割合 100% と、非常に良い、成績が、報告されておりますが、まあ、術中選考に関しましてはまだ 8.6% と、まあ、もうちょっと改善の余地があるというところであります。で、昨年ですね、エンドスコピーに、国内の、3000例のですね、データが報告されております。これは ESD1000 例含
含むような、非常に、ハイボリュームなデータでありますが、まあ、やはりノン ESD と ESD を比べますと試行時間に関しましてはやはり ESD が時間がかかる。しかし一括接種割合とか R0 接種割合に関してはやっぱりノン ESD よりも高い。一方でやはり、偶発症に関しましては術中選考も 9.3%、 で治圧性選考もやはり 2.3% で緊急手術も 2.5 ということで、まあ、やはりちょっとまだ高いという値であります。でもうちょっと詳しく見ていきます と、サイズ別にですね、この主義ごとの一括接種割合を見ていきますと、このアンダーウォーター EMR とか EMR というのはですね、この緑とかオレンジになりますけど、大きくなるとやっぱり一括接種割合がこう下がっていく、まあ、当たり前ですけど下がっていくのに対して、やはりグレーで示される ESD に関しましては大きくなってもやはり一括接種割合っていうのは 90% 以上保っているというところがあります。で、治圧性の偶発症発生割合が、まあ、12床では非常に重要かなと思いますが、ESD とノン ESD で分けると、やはり2センチ未満の病変に関しましては、このブルーで表される ESD の方が、まあ、ノン ESD に比べると高いんですけど、まあ、よく見るとですね、大きくなると3センチを超えて大きくなるとですね、まあ、ESD が高くなるかと思いきや、まあ、逆にノン ESD の方がですね、治圧性偶発症発生割合が高かったりします。でこれはですね、まあ、私たちのレトロのデータですので、これだけで何か言えるわけではありませんが、まあ、大きいからといって、まあ、分割で EMR が安全かというと、まあ、決してそうではないのかなというような、データなのかなと思います。でもちろん累積の再発割合を、サイズ別に言いますと、3センチ未満、3センチ以上ともにですね、やはり ESD に比べると優位にノン ESD の方が高いということで、やはり、再発を防ぐ意味ではやはり ESD が望ましいと、一括接種が望ましいということかなと思います。ただ、まあ、やはりですね、かなり、主義が習熟しつつありますけど、やはり、まあ、12指標の ESD に関しましてはまだまだ、必要な症例というのもそれほど多くはないと思いますので、まあ、経験のあるですね、エキスパートのいるハイボリュームセンターに現時点ではやはり集約すべきだと思いますし、胃や食道のように何でもかんでも ESD というのではなくて、やはり、まあ、行うべき病変も限定すべきかなと思います。もうちょっと、主義のブレイクスルー、デバイスの、ブレイクスルーが必要なのかなと思います。でこれもよく出すスライドなんですが、まあ、12指腸にですね、こういうクワーターニュートン体側にいかにもこう弱そうな選手が現れたときに、じゃあどうしますかというところですけど、まあ、施設によってこれまでまあ様子を見たりですね、まあ、多いのは生検を取ってグループさんだったらまあ様子を見ていたりとか、まあ、以前は焼いているという説もあったと思いますし、まあ、このサイズでちょっとレックスまでやるのはちょっとやりすぎかなと思いますが、場合によってはもうちょっと遠くに見えてもちょっと見えなかったふりをしていた施設が人もいるかもしれません。で十二指腸にこのような小さな選手があったときに、まあ、毎年生検してですね、まあ、グループ3でよかったと、まあ、で様子、じゃあまた1年後ということで様子を見ているうちにですね、まあ、あるとき、まあ、病理も非常に難しいと聞いてますので、生検でグループ4とか5が出てしまったと、まあ、そうなるとやはりちょっと、まあ、治療しましょうかという説明をせざるを得なくなってですね、じゃあ EMR をしようと思ったらもう繰り返しの生検反抗でまあ浮き上がらないと、じゃあしょうがないから、まあ、あまりやったことないけど ESD をやってみようとしたら、粘膜下層の繊維化がガチガチで先行してしまって緊急手術という流れがですね、やはり避けるべき最悪のシナリオかと思いますので、もしですね、安全にこの小さい選手のうちに取れるんだったら、まあ、取ってしまった方がいいのではないかというふうに考えました。まあ、もちろん将来的にはその選手すべてが育つわけではないと思いますので、こういった選手が育ちやすいというのが分かればですね、そういうのだけ取ればいいのかもしれませんが、現時点ではまだちょっと分からないところがありますので、まあ、安全に取れるなら取るという方針がいいのかなと思っております。で、まあ、最近市民権を得つつあるのがこのコールドスネアポリペクトミーと、まあ、かなり広く普及しましたアンダーウォーター EMR かなと思います。ので今日はこの話を中心にいきます。で最初に、適用、自分の適用ですけど示しますと、10ミリ以下の、まあ、これは選手でしょっていうのはコールドしてますし、10ミリを超えるような選手だったり、まあ、10ミリ以下でもですね、まあ、これはちょっとがんかもしれないという病変に関しましてはしっかりアンダーウォーター EMR を行っております。
でまずコールドですが、手前味噌ですけど、最初に、ひらめいて、発表報告したのが2016年の胃と腸子、まあ、大腸の先生と飲んでる時にそれって胃でもいいんじゃないと、十二指腸でもいいんじゃないと思って始めてみたのが最初ですが、当初はですね、まあ、今使っている上部の T スコープがありませんでしたので、 Q260A だとやはりダウンアングルがちょっと弱いというところがありましたので、まあ、主に大腸のスコープを使って、しっかりダウンを効かせて、スネアリングしておりました。まあ、現在は、ほとんどこの T スコープで行っております。でスネアは、まあ、好みだなかなあるかなと思いますが、ちょっと個人的にはちょっと腰が欲しいなと押さえつけたいなという時にはキャプチベーター2を使ってますし、ちょっと切れ味が欲しいなという時にはスネアマスタープラスを使っていることが多いかなと思いますが、アンダーウォーター EMR もそうなんですが、コツとしてはちょっと小さめのサイズのスネアを選ぶことが、まあ、切りやすいコツかなと思ってます。なので10ミリぐらいの選手に CSP をするときに15ミリとか20ミリをしかないからといって、これを使うとやっぱりちょっと切りにくいと思いますので、ちょっと小さめのを使う、特に12指腸のコールドは10ミリのスネアを使うことを推奨しています。でちょっと症例、これは僕が最初に2例目にやったすごい前の症例なんですけど、十二指腸のですね、選手はなぜかこのひだ状にできることが多くて取りやすいと。で大腸のひだと違って筋層が中に入ってませんので、まあ、思い切って取って大丈夫というところがあります。でまあ、2例目なので、まあ、本当に切れるのかなと思いながら恐る恐るやってますが、まあ、向こう側のひだにですね、先端を押し当てて、もうちょっと周りの視床粘膜を巻き込んだ方がいいかもしれませんが、ひだ状にあるものに対して、まあ、恐る恐るやってますが、もうあとはもう切ってもらうだけというところで、まあ、筋層ないので、まあ、気にせずがっつり切って大丈夫です。でコールドにクリッピングに関しては、まあ、コールドだともう必要ないかもしれませんが、この時はまあ怖かったのでがっつり防いでます。でこれでも、まあ、放縮入れて20分ぐらいであっという間に、まあ、ESD に比べたら終わりますと。で、大切なのはこの検体の回収でして、吸引で吸うのはもちろんダメ、粉々になってしまいますので、スネアもしくはですね、端間歯で優しくこう噛んであげて、それもですねスコープごと抜去するような形で回収して、 ESD と同じようにしっかり展開してあげると、するともうきっちり評価できるような検体が取れるかなと思います。でやはり翌日ですね、やはり通電しないと全く患者さんもケロッとしてますし、ワイセ CRP もほとんど動かないというのがです。でよく聞かれるのがどこまで取れますかという話ですが、まあ、やはり粘膜層は大体取れるかなと思います。筋板が入ってくるか入ってこないかというところで、まあ、粘膜下層に関してはほとんど取れませんので、やっぱりがんを疑う病変は取るべきではないと思っています。で利点としてはやはり筋層へのダメージがないことと、非常に浅い層で切れますので潰瘍底にしっかり粘膜下層が残るということで、やはりまあ容易には血圧性潜行しないという理由なのかなと思いますし、周りに局中液が入ってないので非常にクリップ放縮しやすいというのもメリットの一つかと思っています。で、まあ、前任地である静岡がんセンターでの治療成績を示しますが、まあ、54例で、だいたいセカンドに多くて 2A が多いと。で、まあ、やはりどうしても紹介が多いので、生検がある症例が多いということになります。で、CSP やろうと思って切れなかった症例はだいたい 5例 8% ぐらいでして、だいたい大きさとしては10ミリぐらい、内視鏡的には依存ゼロでした。で取ってみると、まあ選手というのがほとんどなんですが、やはり少しがんが混じってきまして、段々に関しましては水平垂直ともにプラマイになることはあるんですが、プラスとなることはまあ少ないかなと思います。で有害事象がまあ重要なところかなと思いますが、術中血圧性の潜行は認めていません。まあ、なかなかコールドで人の力だけでですね、筋層を穴開くほど切るのはなかなか難しいかなと思いますし、やはり血圧性の偶発症も認めませんでした。で、なんか今日も参加してくれてますけど、レジデントの諏訪先生が、調べてくれまして、どういったものが、切れないかなというのを見てもらって、やはりよく言われるように、キューブはですね、やはりブルンネル線の影響か切れにくい、印象があります。
で大きさに関してはやはりですね10ミリを超えてくると切りづらいですので、まあこのあたりもですね大きさを10ミリ以下に、制限する理由の一つかなと思いますし、注目すべきはですねこの術前生検があってもですねあまり切れづらさに関係ないので、生検ハンコがあるような症例も、CSP のいい適用になるかなと思っています。で、これはキューブの、症例、小さい症例ですが、こういった症例もですねちょっと切れにくそうなイメージがありましたが、スネアマスタープラスでこのようにですね非常にシャープに、切ることができますし、検体も先ほど言いましたようにこういった風に、回収すれば、全く心配ないというところであります。で3ヶ月後見ると綺麗に治っています。で、まあ、よく質問されるのはもう一つがそのプラマイになりますよねというところなんですけど、まあ、どうしてもコールドなかなか団体陰性で取るの難しいんですけど、まあ、取ったものの評価も大切ですけど、やはり実際フォロー中どれぐらい制圧するかということも重要かなと思います。でこれも諏訪先生が調べてくれて、1回以上、フォローした46例で再発は2例1例 2% のみでした。その1例もですね CFP で、サルベージできています。でその症例を示しますが、まあ、ちょっと大きめの症例で、10ミリぐらいということで、CSP を行いました。でこの時にですねあここに依存あるなと気づいてですね、もう一発 CSP をしに行ってここを取ったんですけど、まあ、冷静に今振り返ってみるとちょっと違うとこ取ってるなというふうに思いました。でこれが3ヶ月後、だいたい 2,3 ヶ月後に見ることが多いんですけど、依存を調べるのはですね実は NBI が非常によく分かりやすくて、この隆起じゃなくてこれはクリップ の影響でできた隆起で、この裏ですね裏を見ますとこのように、白色絨毛が見られて、まあ、これが依存ということで CFP でサルベージしています。で全くデータがありませんでしたので、まずインハウスでですね安全性を見るパイロットスタディを21例で行いましたところ、チャス性の偶発症が認められなかったということで、あこれはいいんじゃないかということでですね DCOP 試験、というのを他施設で行わせていただきました。これは10ミリ以下の病変に対して登録して CSP をして、3ヶ月後と12ヶ月後に内視鏡検査をして、主要評価項目としてはこの12ヶ月間に出る局所再発割合としています。86施設の先生方に、多大なるご協力いただきまして、1年ぐらいで430病変があっという間に集まりました。で、最終的にですね皮脂用だったものを含まれましたので、有効性の評価対象は、394病変ということになります。で1回目のですね3ヶ月後の検査で再発があったのは4病変で、いずれも生検にて消失しています。で12ヶ月後に再発があったのは 3% 11病変ですが、いずれも内視鏡でサルベージできております。でこの12ヶ月間の局所再発割合に関しましては 3.8% ということで、事前にですね EMR の値から設定した域値 7% をこの 95% 信頼区間の上限が下回ったことから、 CSP の比劣性がですね示されて、まあ、標準治療の一つとして見なせるのではないかというふうに、提案しております。で、まあ、サマリーとしましては、一括接種割合は9割ぐらいですけど、まあ、高出血は 0.7% で、やはり術中術後の先行ゼロというのが非常に安心できる数字なのかな、じゃないかなと思います。で、注意すべき点としましてはですね、この時の適格基準としてはがんも OK にしてたんですね。粘膜下層深部への浸潤が疑われる病変は除外しましょうということで適格基準を組んでいたところ、411病変に CSP をしたらですね、がんは1割ぐらいだったんですけど、そのうちになんと2例 SM がんが含まれてしまいました。でこれ見ますと、いずれも5ミリぐらいのですね、そんなに大きくない病変で、1例は、バーティカルマージンプラスになってしまっておりますので、やはり SM がん、こういうがんを疑う病変はやっぱり入れるべきではないかなというふうに思います。で、あと、こちらですね、山崎先生らが、岡大の先生方が、その深さですね、切れる深さを、これは実はですね大腸なんですけど、CSP とホットスネアポリペクトミーとアンダーウォーター EMR で比べますと、やはり CSP はですねこの取れる粘膜下層がほとんどゼロということで、このアンダーウォーター EMR とかに比べるとはるかに少ないですので、やはりがんに対しては手を出さない方がいいかなと思います。
で手前味噌になりますが、ちょうど先月のですね、内視鏡学会雑誌に手技の解説の依頼をいただきまして、12章のコロドスネアポリペクトミーの適応と骨書いてますので、ご興味のある方はぜひ読んでいただければと思います。でちょっと時間がかなりを超過しそうなので駆け足でいきますが、あとアンダーウォーター EMR の話をします。これはあの皆さんご存知かと思いますが、ビンメラー先生が大腸と十二指腸で2012年2013年に最初に報告されています。で早期このように EUS の時にですね、水を溜めるとこう筋層が引き伸ばされないで、プカプカ浮いてくるというのを利用しまして、早期の代わりに水を溜めると、病気が浮いてくるところを、スネアして局中せずに切ると、通電して切るというのがアンダーウォーター EMR であります。でこれも、シズガンのデータでいきますけど65秒辺、ありました。それで CSP やろうと、 CSP じゃないですね、アンダーウォーター EMR やろうと思って切れなかった症例はありません。 100% 切れておりまして、少し大きいなのも入ってきますから一括受注割合としてはまあ 86% ぐらいでありました。で、やはりがんが含まれてくるわけなんですけど、拘縮しなかった1例で高出血してしまったんですが、受注選考、血圧性選考は認めませんでした。ただですね、アンダーウォーター EMR に関しましては、通電して切りますので受注選考の、リスクはあると思いますので、このあたりはちょっと注意が必要かなと思います。で胃酸再発に関しましても、フォロー期間短いんですけど、2例でいずれも再アンダーウォーター EMR でサルベージできております。で症例を1例だけ示しますが、下口部の 2A プラス通知2センチぐらいの病変で、まあ、あのアンダーウォーター EMR が出る前でしたら、まあ、ちょっと ESD やらなきゃなと思い越しを上げていたところかなと思いますが、こういった症例は非常にアンダーウォーター EMR のいい適用かなと思いますが、僕はですね、あの胃まで引いて、早期も完全にオフにしてですね、ついつい抑えてしまいますのでオフにして、ちょっと生ぬるくした生食をですね入れながら入っていきます。でこれちょっと下手なんですけど、アタッチメントでですね、こすってしまうと視野が非常に悪くなりますから、それは注意が必要です。で、肛門側のですね、奥が見えませんので奥の視点をしっかり、固定するということが非常に重要です。ちょっとこれ下手くそであの視野が悪くなってますが、こう想起しながらですね、奥をしっかり担保した上で左右しっかり入っていることを確認して、最後に手前をよく見ながらですね、スネアリングして、もうあとは勇気を持って、でこのスネアリングした後に早期しちゃう人もいますけど、あの浸水下でやることが重要ですので、最後まで浸水下で、切除します。でこのようにこちらもですね、局中してないのでクリップで、放縮しやすいというのもメリットかなと思います。でもう非常に簡単でストレスなくですね、16分ぐらいで放縮までできます。でしっかりこのように検体が取れます。でこれも、がんでしたが、しっかり側方断端はプラマになってしまいましたが、粘膜下層をしっかりつけて取ることができています。でアンダーウォーター EMR に関しましては、達成結果が出てますので、紹介したいと思います。ご存知の方も多いと思いますが、 CGH にですね、昨年、岡大の山崎先生が、投稿してます。でスライドを提供いただいております。ありがとうございます。で対象は2センチ以下の、選手粘膜内がんに対するアンダーウォーター EMR の有効性を見ていた試験でありますが、適格基準はまあその通りですね。で FAP とか、抗血栓2剤以上飲んでる人は除外しています。でこの、2ヶ月ごと12ヶ月後に、フォローの内視鏡検査と生検をしています。で主要評価項目としては無再発割合ですね。で安全性を副次評価で見ています。でサンプルサイズは150名で見ていきます と、まず安全性に関してですが、登録されてアンダーウォーター EMR を施行した166例において術中選考は 2.4%、 血圧性の出血は 1.2% で、選考はですね、術中血圧性ともに認められませんでした。で次にですね、この再発を見た、結果になりますけど、4例再発がありまして、無再発割合というのは 97.2% でありまして、事前に設定したこの域値を、95% 信頼区間の下限値が上回ったことから、結論としましては、標準治療になりうるというふうに、結論付けております。
ので、まあ、今後ですね、ガイドラインが改定されるときには、こういった治療、こういったエビデンスがですね、どんどん乗ってくる治療選択がもう少し明確になるのではないかなと思いますが、大腸ではありますが、十二指腸では、いまだそのコンベンショナルな EMR とアンダーウォーター EMR の比較した試験とかのデータもありませんので、まあ、今後はそういった試験も望まれるというところかなと思います。もう時間がないのであれですけど、慶応の先生方がですね、このアンダーウォーター EMR に対してパーシャルサルモコザルインジェクションということで肛門側にちょっと局中したらいいんじゃないかという報告をされております。でこれもですね、いろいろデータが出ておりますが、一括切除割合で見ますとアンダーウォーター EMR が 83% に対してパーシャルインジェクションすると 96% と有意差を持って良かったというふうに報告されております。で最後にちょっとおまけですけど、海外のガイドラインの現状だけ、情報提供ということで、触れさせていただきます。でこれは ESG のガイドラインになりますが、とりあえずですね、十二指腸選手はすべて内視鏡切除を考慮すべきというリコメンデーションになっています。で6ミリ未満に対しては、選手であれば、CSP と。で大きなサイズの十二指腸選手には、まあ、EMR をということになっておりまして、まあ、アンダーウォーター EMR はこの時エビデンスがありませんでしたし、分割の CSP というのは、まあ、オプション的な位置づけというふうにリコメンデーションされています。でまた、こちらもですね、やはり ESD に関して、十二指腸の ESD に関しましては、やはりエキスパートのいる施設で限られた適用で行うべきというふうに、触れられております。ということで、ちょうどまとめになりますけど、これはですね、試験です。まあ、鵜呑みにしないでいただきたいんですが、選手で10ミリ以下のものに対しては CSP、10ミリを超えるような選手とか、がんを疑うような病変で、大体まあ25ミリぐらいまでであれば一括でいけるかなというところがありますので、まあ、個人的にはアンダーウォーター EMR かなと思ってますし、それより大きくなると、やはりまあ、望ましいのは ESD とか DREX とか、まあ、多分割 UMR の、有用性に関しては、まあ、もうちょっとデータが必要かなと思っております。でただ今日時間がなくてお話しできませんでしたが、この適用を決める部分ですね、まあ、慶応の先生方もおっしゃっていますが、やはりもうちょっと粘液検出の話を入れてもいいのかなというふうにも考えています。で十二指腸にはですね、まだまだ未解決の問題がすごくたくさんありますので、まあ、今後ですね、いろいろな大切臨床試験でエビデンスを作っていく必要があるかなと思っています。で日本消化器内視鏡学会もでもですね、院長八木先生で新たにですね、ガイドライン策定の動きがありますので、まあ、いずれこういったところからガイドラインが出てくるのかなと思います。で手前味噌シリーズですけど、今年の5月にですね、この十二指腸の治療に関しても含めてもですね、陽動社から治療の上部の治療の本を出させていただいてますので、ちょっと高いですけど、ぜひ病院で買っていただければと思います。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。十二指腸はもし診断とか治療に悩むことがあればですね、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。以上です。ありがとうございました。竹田先生どうもありがとうございました。非常に分かりやすく、勉強になりました。次のレクチャーは高周波の、設定の使い方、岩崎先生に、お願いしています。それではよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。北海道大学病院、臨床工学技師をしています岩崎と言います。私のテーマは、先ほど言いましたが、高周波の原理と適切な使用方法について、お話ししていきたいと思います。今までの、アンビシャスで、お話しいただいた、レクチャーとは違ってアカデミックなものではありませんが、なるべく分かりやすくアニメーションを多くして、作ってまいりましたので、皆さん明日からの、診療に役立てていただけるようにお願いしたいなというふうに思います。まあ、一応高周波というと大体この4つ、今売られているのはこの4つなのでしょうかね。うちは大体このバイオ3っていうのとバイオ300っていうのを使ってますが、場所によってはこの ESG シリーズとマキシウムっていうのが今流行っているといいますか、使われている高周波になります。で今日のコンテンツですが、
基本的にはですね、こちらの適切な使用法をメインにお話ししていきたいんですが、やはりこの話をするには多少の原理みたいなものも分からなきゃ、知識として持ってなきゃいけませんので、まあ、この原理については約10分ぐらい、使用方法についてはその場合の20分ぐらいを目標にしてお話していきたいなというふうに思います。ではまず原理ですが、サブテーマとしてまず石灰と凝固の違いについて、まあ、非常に基本的なあれなんですが、説明できるかどうかということなんですね。でも答えバーンと出しちゃいますが、このスライドを見て分かる通り、石灰作用、黄色が石灰作用、右の青いのが凝固作用になります。でここに書いてある急激な温度上昇って書いてますけど、石灰作用の場合は電気的に出力した場合、急激に温度上昇が始まります。で細胞膜の中にある水蒸気がですね、どん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 煮沸されまして、最終的には爆発して石灰作用が起こるっていうのが石灰です。で凝固の場合は急激ではなくて感情にゆっくりゆっくり出力して熱量を帯びていって、最終的には乾燥、そしてそれ以上出力すると炭化っていう、グルコース酸化っていうことになりますけど、これが石灰と凝固の違いになります。つまり石灰と凝固はこういうふうにここのスピードが違うということになりますので、この熱量のスピードが違うということを頭に入れていただければ分かるかなと思います。これが石灰と凝固の違いです。ではこの熱量のスピードに影響する因子とは何かということでお話したいと思います。熱量のスピードに影響する因子って、まあ、もう答え出しちゃいましたけど、熱量っていうのは、基本的に言葉知ってる人もいると思うんですけど、ジュール熱って言いまして、このジュール熱っていうのは電流が粘膜などの導体、まあ、抵抗値ですねに流した時に発生する熱エネルギーのことを言いますが、このジュール熱にはここに、示しています公式がございまして、熱量は電流密度に比例して電気伝導度に反比例、電気伝導度に反比例するっていう式と、あと出力ですね、ワットってよく言いますけど、これは電流と電圧を掛け合わせたものになりますけど、これに比例して時間に比例するってこういった公式があります。ということはこの熱量のスピードに影響する因子としては、この電流密度というのと出力時間っていうのと、まあ、出力値ですね、ワットになりますけど、この3つが熱量のスピードをコントロールする因子となるということになります。ではこの3つについて一つずつお話ししていきたいというふうに思います。まず電流密度ですが、電流密度とは、まあ、簡単に言うと単位面積あたりに流れる電流になりますが、これについては処置具と組織との接触面積に置き換えることができます。でこの接触面積は何に関連されるかということで下に示していますけど、一つ目はこのデバイスの形状になります。まあ図を見て分かる通り、スネアと高周波ナイフでは明らかに接触面積が違いますので、スネアの方が石灰作用が弱いということになります。まあ、凝固作用が強いということですね。で高周波メスの方が石灰作用が強いということになります。でもう一つは、粘膜への当て方になります。ご覧の図のようにですね、ギューッとこう粘膜を押し付けるような当て方と、ちょんと触るような点の当て方になりますけど、この場合、点で当てた方が石灰作用が強いということになりますので、このデバイスの形状と粘膜への当て方について意識していただくと、石灰作用、凝固作用というのが強く出たり弱く出たりということになります。で2つ目の熱量のスピードに影響する因子として出力時間というのがありましたが、まあ、出力時間というと、まあ、フットスイッチを踏む時間というのももちろんあるんですけど、このように出力モードによって出力時間が変わります。これは何を示しているかというと、今左側にあるオートカットの場合はこういうふうに常に出力している連続波になりますので、出力時間が長いということになります。で一方で凝固作用が強い、例に挙げるのはこのスプレー凝固になりますけど、スプレー凝固の場合は出力して一旦停止、出力して一旦停止のように、出力時間がオートカットよりも弱いということになります。
で、つまり、この盲導を変更することによって時間が変わる、いわゆる石灰作用と凝固作用が変わってくるということになります。で、一方でですね、P、まあ、ワットですね、出力は電流×電圧なので、電流量が多いモードについては電圧量が低くなって、電流量が少ないモードについては電圧量が高いということになりますので、よくこのストレイ凝固とかすると漏れ電流が多くなって、例えば心電図にノイズが走ったりしますけど、この場合はストレイ凝固が電圧が高いからということになります。で、一番右にあるソフト凝固について後で説明しますけど、これについては全部逆になりますので、これは後で説明しますので、ソフト凝固だけちょっと違うんだよってことだけ、考えていただければなというふうに思います。で、先ほど言った出力時間の話なんですけど、一応よくあの専門ショップ等々にこのデューティーサイクルっていうのとクレストファクターという言葉がよく出ますので、一応説明しておきますけど、デューティーサイクルっていうのはこの1ターンですね、出力の1ターン、繰り返し周期といいますが、この中のどれだけ持続時間、あの出力している時間があるかという割合になりますので、デューティーサイクルが多ければ多いほど石灰作用が強い、いわゆる出力している時間が長いということですので、石灰作用が強いということになります。で、クレストファクターについては、まあ、実行値ピーク値って書いてますけど、出力の一番高い値で、実行値といいまして、このピーク値にルート2をかける値を実行値というんですが、これを割った値になりますので、先ほど言った通り凝固作用が強いものについては電圧が高いと言いましたので、このクレストファクターが高いと凝固作用が強いということになります。よくあの説明書等々でこういうのが書いてありますけど、いろんなモードを見てクレストファクターの数を見ていただければ、これは凝固モードに近いのかな、石灰モードに近いのかなというような形になります。で、最後に、時間と、電流水の話しましたので、最後に出力値の話しますけど、この出力値を話すのが一番、まあ、時間がかかるというかややこしいんですね。で、まずですね、電気メスの出力方法というのは2種類あります。で、この2種類というのは、出力維持型というものと出力制御型というものがあります。一般的じゃないんですね、バイオ3とかバイオシリーズというのはこの出力制御型、オリンパスの ESG300 もこの出力制御型、オペ室とかで使われるような電気メスは出力維持型なのかよく使われています。で、維持型についてはさまざまな抵抗値の中においても出力をずっと維持する、で安定した凝固石灰を保持するというのがこの出力維持型で、出力制御型というのは電圧値を維持させてですね、割と低い抵抗値の段階や出力を下げて 多組織系の損傷を防ぐと、まあ、一応特に書いてますけど、ちょっとあの言葉だけでは説明つかないので図で説明しますが、まず、出力維持型については、どんな抵抗値、右のスライドになりますけど、どんな抵抗値であっても必ず設定した出力を維持していくっていうようなものが出力維持型になります。で、一方で出力制御型っていうのは必要な分だけ出力するというようなモードになります。これは抵抗値が増えれば増えるほど出力を下げていって、まあ、凝固したっていうふうに判断して出力を下げることになります。で、これをアニメーションで示しますけど、まあ、これ電気メス、真ん中に電気メスで、ここが粘膜ということになりますけど、このようにまず出力すると、焦げて組織の抵抗が上昇していきます。で、出力維持型の場合は抵抗値が上がっているさらに出力を維持しようとしますので、さらに電流量を増やすということは最終的に黒焦げになる率が高くなるということになります。全力で出力するというのがこの出力維持型。一方で出力制御型なんですけど、先ほどと同じように最初に出力すると焦げて組織の抵抗が上昇する。そうすると電気メスが抵抗値が上がったと判断して出力を下げていきます。ゆっくりゆっくり電流量が下がっていくと、こういうふうに下がっていく。そうすると必要以上に出力されないので最適な凝固深度が完成させるというのが制御型になります。なので
バイを使われている方、あるいは ESG300 を使われている方は、よくワットとかエフェクトとかっていうのを設定すると思うんですけど、この、 設定した出力をバイオで使用しても決してその熱量に上がらない、簡単には上がってくれないということになります。じゃあそのワットとエフェクトは何を示しているのかということになりますけど、ワットの場合はですね、その立ち上がり時間ですね、最初に火花が出る立ち上がり時間の短縮に影響します。ワットを上げれば上げるほど、最初の低い抵抗値のところでバッとこう出力されますので、早めに火花が起きて石灰あるいは凝固が早くできるというのが出力ですね。でエフェクトについてはこれは電圧値になりますので、抵抗高い抵抗の組織ですね、いろんなのあると思うんですけど、そういうところにおいて、組織効果に影響するということになります。まあ、これエフェクトについてもうちょっと詳しく話しますが、エフェクトというのは、上げれば上げるほどこのように電圧値が設定値が高くなっていくということになりますので、出力と抵抗値なんですけど、ここの線を見ていただくと分かるんですけど、エフェクト1だと、ここまでしか出力されないことになるんですけど、エフェクト8だとある程度の抵抗をいった時でも出力されますよっていうのが、エフェクトになります。なので抵抗値が高いようなところでどうしても切りたいってなった場合はエフェクトを上げていくのが、まあ、セオリーということになります。そうですね、接触抵抗が高くても切れづらくても出力がある程度維持された熱量の上昇が見られるのがこのエフェクトの上昇になります。でエフェクトをじゃあ上げればいいのかって問題があるんですけど、エフェクトを上げてもです、上げるとですね、電圧を上げることになりますので、この図のようにですね、凝固深度といいまして、この凝固する深さが変わってきます。高ければ高いほど深くなります。これは何を意味しているかといいますと、よく、凝固で、剥離していくと思うんですけど、ローエフェクト低いエフェクトの場合はこのようにシャープに、剥離ができるんですけど、ハイエフェクトと高いエフェクトをするとどうしてもこの石灰幅が広くなりますので、この辺はエフェクトを上げた場合、例えば金層の近くでハイエフェクトの凝固で剥離する場合は凝固金層までも、剥離してしまう可能性がありますので、この辺の調整が、まあ、必要になってくるんじゃないかなというふうに思います。はいですね、ここまでが、まあ、原理になります。石灰と凝固については電流密度と、出力時間そして出力値によって影響するんだよということをお話ししました。では、本題の適切な使用方法についてお話していきたいというふうに思います。適切な使用方法なんですけど、まあ、どの主義についてお話した方がいいのかなということで、まあ、基本となるこの止血というのとスネアによる攻略、あと剥離ですね、これについてどういった電気メスの設定、どういった使い方が適切な使用方法なのかということについてお話ししていきたいというふうに思います。まずは止血なんですが、凝固ですね、凝固には先ほどソフト凝固のちょっと話しましたけど、放電凝固と無放電凝固というのがあります。無放電凝固というのはソフト凝固のことになりますけど、ソフト凝固だけ凝固波なんですけど連続波になります。ただし、出力値ですね、電圧値が非常に低いような、連続波形なのでですね、火花が出ないというような形になります。なのでこのモードの場合は処置具をですね必ず接触させなければ効果はありません。イメージ的には焼き固定とかですね、ジューって焼くようなイメージですね。で使用する処置具は止血監視になります。で一方で放電凝固っていうのはありますけど、これはホースト凝固とかスプレー凝固とかに使いますが、これはですね電圧を高くしてですねスパークを利用して凝固するモードになりますので、これは処置具を粘膜に接触しなくても凝固できるというようなモードになります。まあ、イメージでいうとガスバーナーでこう焼いているようなイメージと考えていただければいいかなというふうに思います。でソフト凝固なんですけど、出力特性がありまして、ソフト凝固っていうのはある程度こう、抵抗変と出力して抵抗値が上がるとすぐにこう出力を低下させて
出力しないようなモードになっています。まあ、上の動画をお見せしますが、このように焼いてってですね、今バスっていうふうに言いましたけど、これ以上はもう出力されないような状態なので、白い凝固層ができるのがホースト凝固になります。で、一方でホースト凝固っていうのはある程度の抵抗値があっても、出力を落とさずにある程度出力を維持しますので、このように、先ほどの出力維持型みたいな感じで抵抗値があっても出力しようとするので黒くなる、ブラックコアグレーションと言いますけど、こういうような形になります。なので、どっちが凝固作用が強いかというとこちらになりますね。で、こっちは止まることは止まるんですけど、後で高出血が多くというようなものになりますので、この辺気をつけていただければいいかなというふうに思います。はい。で、もう一つ、ソフト凝固モードの勘違いということで、ソフト凝固モードというのはゆっくり熱が粘膜に伝わっていきますので、早いですね、高エフェクトの場合は凝固振動、先ほど言いますけどある程度の抵抗値いったらすぐもう出力下げてしまうので、エフェクトを高くすれば高くするほど凝固振動が浅くなる、逆に低い、エフェクトになった場合はじわじわじわっと熱が、粘膜に伝わっていくので凝固振動が深い、よく地発性線香とかってよくこっちの方でよく起こるんですけど、怖がってですね、低い値でソフト凝固しようとすると逆で筋層の方まで熱が伝わって後で地発性線香が起きたりとかしますので、ソフト凝固の場合だけエフェクトを高くするのが定石になっていますので、その点ちょっと勘違い気をつけていただければなというふうに思います。で、まあ止血監視にはソフト凝固のコツなんですけど、まあ、これご存知の方もいると思うんですけど、まず確実に標的となる出血源を破裂すること、接触させることですね。で、出血が収まっていることを確認する、血液が漏れていないことを確認するということ、そして、その干渉や情報に粘膜を牽引して電流ミックスを小さくする。たまにですね、先生方でですね、端干渉、止血干渉で噛んだ後、こう内視鏡で処置具をこう中に内視鏡スコープに押し込もうとする人がいるんですけど、フッと上に上げるだけで十分ですので、中に入れないように気をつけていただければなって。よく引いてですね、ソフト凝固で止血してスコープが壊れるということも起きますので、なるべくこう上に上げるようにイメージしていただければいいかなと。で、出力設定ですが、先ほども言いましたけど、出力設定を上げて、バイオ3の場合はですね、エフェクト7ですね、まあ、7ぐらいがいいかな。ただしですね、バージョン今変わったバイオ3もありますので、その場合は、エフェクト 3.5 ぐらいがちょうどいいんじゃないかな。バイオ300を使っている方についてはですね、エフェクト5の 60W ぐらいがまあちょうどいいのかなというふうに思っております。で、端干渉による止血でですね、バイオ3をお買いというか使っている方、クイックスタートモードというのがあるんですけど、この場合はですね、破裂して止血する場合はクイックスタートあまり推奨いたしません。すぐ凝固っていうか火花が散ってですね、ちゃんと止血ができないことがよくありますので、ゆっくり、この場合はゆっくりクイックスタートにしない方がいいかなと思います。まあ、これが止血監視による、モードですね、モードというか、コツになります。で、次に今のは無放電凝固の止血のコツですけど、次に放電凝固の止血のコツになりますが、放電凝固、まあ、これ例に挙げるスプレー凝固になりますけど、基本的にはですね、こう、まあ、出血こうしてるって、してるってことにしてですね、まずこう処置具なんですが、処置具をこのようにやや間隔を空けて止めるということが大事です。で、スパークが出血点に向かうように処置具を固定することが重要になります。まあ、こうすることで、先ほど放電火花ですね、スパーク、アークスパークとかって言いますけど、こういった火花がその、出血点に、行きますので、そういった流れでこの出血点が黒いかさぶたになって止血されるっていうのが放電凝固のコツになります。よくですね、右側のスライドに示しますが、これをですね、止めたいがためにガチッとこうくっつける先生方がいますけど、こうしてしまいますと、先ほど言った通り、スパークがそのまま粘膜の奥の方まで行っちゃいますので、この分が
焼けて、まあ、要は剥離状態になってしまって血管が横にこのようにあった場合、出ないな、ここに血管がこういうふうに走行してた場合はここからピューピュー出る、なかなか止血できないと多分こういうことになりますので、放電凝固を使うときは、鉗子をですね、間隔を空けて止めて出力するというのが重要になってきます。はい、じゃ実際の、スプレー凝固のモードなんですけど、まあ、これ見本になるかどうかは分かんないですが、ある先生にやってもらったやり方なんですが、今出血します。はい、出血、しましたね。そこ出血してますよね。でこれを、このまま IT ナイフで止血しようとするんですけど、グッと押し付けないで、出血点に触れる感じ、当てる感じですね、ちょっと当てる感じ、今出しますが、これちょっと押しすぎなんですけど、こういう感じで、もう一個こっちの方がいいですね、こういう感じで火花を見ながら、表面を止血するというような形でやっていただければ、放電凝固による止血も簡単にいくんではないかなというふうに思います。で次に鉱薬ですね、スネアによる鉱薬。はい、まずスネアはどのように鉱薬するのが基本なのかということですが、今ずっと示しますけど、このようにスネアがあってポリープがあった場合、こうやってギューッと色が変わるまでやればいいのかっていう話になりますけど、この場合先ほどお話ししました通り接触面積が大きくなりますので、接触面積が大きいと石灰作用が弱くなるという話をしましたが、これだとやっぱ石灰作用が弱くなります。ですので基本としては、まあ、推奨しているやり方としては、まあ、ここピタッと止める、当ててピタッと止めるのが、まあ、理想的なやり方になります。ただこの感覚って非常に難しいので、まあ、ちょっとこうムニュムニュっとムニュムニュっとするのがまあ実践的ですね。この耳たぶ、赤ちゃんの耳たぶを触る感じでこうムニュムニュって感じでスネアを攻略していただくといいのかなというふうに思います。これが基本です。で、今まで多分エンドカットっていろいろ使用してきたと思うんですけど、エンドカットは ICC200、バイオ300、バイオ3で非常に異なるいろんな制御を持っています。で一つずつご説明しますが、今はもうないはずなんですよね、販売中止になったんで。 ICC200 っていう初期の電気メスですけど、これについてはご存じの方もいると思うんですけど、エンドカットの時は石灰凝固、石灰凝固って始まるんですけど、この石灰の頭に TPS、 いわゆる、設定した出力よりもやや上に上げて出力するようなモードシステムがついていますので、まあ、これを利用してラピッド、フットスイッチをラピッドステップで踏むっていうような先生方が増えたと思うんですけど、これが ICC の、エンドカットです。で基本的にエンドカットモードは、0.05 セックと、残りの時間が凝固という形で固定されているようなのが ICC200 になります。でバイオ3からはですね、何が変わったかというと、TPS 機能はついておりません。その代わり、ここに、デュアレーションと、石灰間隔をこう任意で決めることができたので、デュアレーション時間を、長くすることで初期石灰をスムーズにしたというのがこのバイオ3、バイオ300になります。でバイオ3はじゃあ次は何が変わったかというと、基本的にはバイオ300と一緒なんですが、バイオ3はまずこのフィードバック数がバイオ300の2万5000倍になったということと、もう一つはですね、電圧値をさらに上げてですね、より火花が出やすくしたっていうのがバイオ3になります。ということで、なんですが、バイオ3はここのこの青いこのギザギザの点が気になると思うんですが、ここがスパークディテクションテクノロジーっていうのがありまして、ちょっとこれについて少しだけお話したいと思います。スパークディテクションテクノロジーっていうのはですね、先ほどスネアは、石灰作用が弱いっていう話をしました。そうなんです。接触面積が非常に広いので、最初の石灰が非常にやりにくい処置になります。そこでバイオ3は何を考えたかというと、石灰波を出す前にですね、このように今こう拡大しましたけど、イニシャルカッティングフェーズって言いまして、石灰波が出る前に凝固波で徐々に焼いていって抵抗値を上げて、最終的には火花が出るように仕掛けるというのがこのスパークディテクションテクノロジーになります。
ですので、おそらくバイオ3で、EMR をされている方ちょっと違和感があるのは多分この辺のことだと思うんですけど、それについてちょっとだけ、エンドカットモードのバイオ3300ではビープ音が全然違います。後で音を鳴らしますけど、バイオ300の場合は最初に石灰波のビート音が鳴って、その後凝固、石灰、凝固っていうようにテルテルテルみたいな感じで、いわゆる表打ちですね、ダウンビートって言いますけど、なんとか温度とかロックとかこの辺のビートになりますけど、こういったのがバイオ300なので、一番最初に攻略、いわゆるそのスネアを攻略すればいいんですが、バイオ3なのは先ほど言った通り最初に凝固波が出るので裏打ちになるんですよね。オフビートって言って、要はレゲエとかスカみたいな感じでちょっとなります。で、今その音今鳴らしますけど、まずはバイオ300、これ聞き慣れたと思うんですけど、最初に石灰波のビート音が鳴ります。これがバイオ300で、バイオ3の場合はっていうか、最初に凝固波これ出て、ある程度すると石灰波が出るっていう形になるので、バイオ3の場合はちょっとカット、要は攻略するのが非常にこう難しい。で、攻略するっていう意識はあまり持たないで、そのまま当たってる感覚をそのまま維持するという感覚で石灰、要はスネアの攻略をしていただければいいかなというふうに考えています。あまりギュッと握らないっていうのが基本になります。はい、プリペクトミーの高周波出力の、まあ、推奨というか僕なりの推奨なんですけど、こう、対象の使用形態に分けていろいろ変えたらいいのかなというふうに思っています。まあ、10ミリ以下のものは先ほどお話もありましたように、コールドスネアで CSP コールドスネアプリペクトミーで十分だと思いますので、まあ、こういった平面的な10ミリか20ミリの 1S2A についてはエンドカット級、まあ、オリンパスだとパルスカットになるんですけど、これの、インターバル3から4、ディレーションが2、エフェクトが3ぐらいでですね、間欠的に石灰に合わせて間欠的に攻略する方法が、まあ、推奨します。で、有形的な要は血管があって出血しやすいような人ですね、人というかプリープですね、その場合は、まあ、流出スネアとかクリップ法とかいろいろあるんですけど、まあ、その場合インターバルを少し長くする、いわゆる凝固時間を少し長めにとってゆっくりゆっくり、攻略していくというのが、この有形的な使用に対する、方法ではないかなというふうに、思っています。まあ、10ミリ以下ですねの使用について、先ほど、まあ、コールドでもいいという話しましたけど、まあ、茎の細い使用の場合はもうエンドカットとか使用しないでですね、もう凝固波でジューッと焼くような感じでやっていただければいいかな。ただしですね、このエンドカットとちょっと違うのは、凝固で切る場合は必ず、抵抗を感じながら連続的に攻略するのをお勧めします。こちらは石灰波の音に合わせて間欠的に攻略しますけど、凝固の場合はどちらかというと動かしながら切っていくというようなイメージを持っていただければというふうに思います。時間ですね、じゃあ剥離、最後に切りづらさ切りやすさということでお話しますけど、まず ESD での華麗なる切開っていうか、まあ、僕の中ではすごい上手に切開してるなってどういうことか、まあ上手い先生とあまり上手じゃない先生の違いについてなんですけど、まず IT ナイフは、うち IT ナイフよく使うので IT ナイフなんですけど、あまりこう切るのが、時間がかかる先生ってどういうことかっていうと、まず最初にこう処置具を移動させてから切開波を出すって人が非常に多いですね。そうしますと、この図で表したように接触面積が増えていきますので、なかなか切りづらいということになります。はい、一方でですね、じゃあ上手な先生どういうふうに切ってるかというとですね、まず出力してから動かすっていうようなイメージなんですよね。こういう感じで、多分うまい理解してなくても先生たちってみんな大体こうなんですよね。出力してから動かす、出力して動かすみたいな感じですね。で、出力してから動かすって極端な話をしてますけど、大体の先生方、上手な先生方っていうのは出力と移動を同時にさせるっていうのが大体の基本なんですよね。いろいろな動画、上手な先生方の動画を 見させていただきますけど、なんかパン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 って切ってる感覚
多分終わりだと思うんですけど、それはですね、多分こう当ててすぐも出力しているっていうイメージなので、この点を気をつけながら切開されると、切れないところも切れたりとかですね、するようなふうに思っています。僕はいろんな先生方の ESD よく見ていきましたが、まあ、その辺がまず、クリアする一つの課題なのかなというふうに思っています。で次は、凝固ですけど、凝固剥離の話ですけど、バイオ3ってよく凝固剥離しづらくなったっていうふうによくお話しされる先生がいるんですけど、まあ、確かにそうなんですね。でこれまず、それはなぜ起こってるかっていうお話をしますが、バイオ3とバイオ300の違いについてですけど、まずバイオ3普通に見ていただきます。続いてバイオ300なんですけど、この火花がこう乱雑になっているのが非常によくわかるというふうに思います。バイオ3の方がこのスパーク制御が非常に高いんですね。でこれ見ていただければ分かると思うんですけど、火花がこっちは少なくてこっちは非常に大きいということで、これで、こちらはバイオ3はですね、フィードバック数が非常に高いので凝固のこの火花もすごい制御しているんですけど、こちらはすごい高い、大きく見える。なので火花がちょっと大きく300の方が見えるので、なんかこちらの方が強いイメージを持たれている先生もいるのかもしれません。でもう一つはですね、今までフォースト凝固で切られてた方いると思うんですけど、3と300ではちょっと違ってて、先ほど出力維持型っていうのと出力制御型っていう話しましたけど、バイオ300ではですね、このように出力維持型と出力制御型が混在してたことになります。60ワットで切り替わるんですけど、いわゆる40ワット等で剥離をしているとですね、出力維持型になりますので、スパークが強いように感じると。一方でバイオ3は完全的に出力制御型になりましたので、出力低い場合ですね、なかなかこう出力はスパークが出ないようなイメージを持たれる方もいますので、まあ、こっちになったことで焦げ付きがなくなって均一な凝固層を作り出すことができるんですけど、やっぱり今までこちらをバイオ 300D を使っていた先生方はですね、なんか物足りない気がする、なのでエフェクトを上げてそれを補填しようとするんですね。ただし先ほど一番最初に話しましたけど、エフェクトを上げるっていうことは切開幅を広げることなので、その点注意しながら、剥離していただければいいかなっていうふうに思います。で最後に、剥離のコツなんですけど、剥離のコツはですね、このようにですね、出力したらまず放電の玉を作る、火の玉を作って、今ここに孫悟空で元気玉みたく出してますけど、火の玉を作ってからこういうふうに移動させるっていうのが剥離の定石になります。出力凝固によって火玉を作った上でデバイスを動かす、まあ、これも先ほど言った同時にやっていただくのがベストなんですけど、たまにですね、瞬間的に出力ちょっと凝固波を出してですね、剥離しようとするんだけど、それをやってしまうとですね、もろに凝固になってしまうので、より抵抗値が上がって切りづらくなりますので、なるべく、まあ、安全にですね、凝固波の出力を少し長めに押しながら剥離していくのが重要かなというふうに思います。あとこの、火玉の大きさっていう、先ほどの火の玉の大きさはエフェクトに依存しますので、エフェクトが大きければ大きいほど火玉が大きくなりますので、解除者、電気メスを設定する側はですね、その火の玉の大きさを見ながら設定値を上下させる、エフェクトを上下させるっていうのが非常に重要になってきます。じゃあもう時間ですので、本日のまとめになりますけど、まあ、原理については切開と凝固の違いは熱量のスピードである、それをコントロールするには3要素、電流密度、時間、出力値があるということをお話ししました。で止血については無放電凝固と放電凝固があるということをお話しましたが、そのモードの違いによって当て方が非常に変わってきますよという話です。で最後に剥離ですが、切開は出力と同時に当てていくような感じ、まあ、場所によってはどうしてもこう引っ掛けていかなきゃいけない場面もあるんですけど、切開作用を適切に有効的に使用するためには、まあ、このようなやり方が一番ベストだと。で凝固についてはアーク放電、火玉を作って上で動かすというのが非常に重要になってきます。まあ、これが私からの講習派の適正な仕様ではないかなというふうに思っています。はい、ご清聴ありがとうございました。はい、安田さんありがとうございました。
それでは本日はご参加いただきましてありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。